はい、サラでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日はですね、仕事が順調な時ほど危険があるということをテーマにお話をしていきたいなと思います。営業やっていると、成果が安定して出ている時とか、アポがバンバン取れている時とか、良い傾向というか、良い状況っていうのは当然あると思うんですよね。順調な状況ですよ。で、それ自体は当然喜ばしいことですし、引き続きしっかり続けていけばっていうことではあるんですが、これがなんでリスクがあるというか危険なのかっていうことを今日解説をしておきたいなと思っております。順調な時っていうのは基本的には、頭を使わなくても成果が出る状況なわけですよ。なんで安定して順調な状態っていうのはとりあえずそれをこなしておけば、決めたルールであったりとかルーティンであったりとかそういったものをこなしていけば成果が出る状態なので、要は頭回ってないんですよ。頭回さなくてもこなしていけば成果が出る状態になっているので、仕事として事業としては良い状況ですということですね。ただ個人として見た時だったりとか、会社の事業全体で見た時にも、要は頭を使わない状態が生まれてしまっているっていうことですね。で、それはリスクであるっていうのは、結局人が成長する時っていうのは、しっかりと考えて頭を使って今の状況から次何をすべきかみたいなことを考えている時なので、成長のチャンスっていうのを自分から失っていると、作業をこなすことで時間を使ってしまっているので、頭を使わない時間が生まれてしまうことによって成長のきっかけというかチャンスを自分から潰しているということですね。なので、順調な状態を作り出すっていうのはもちろん目指すべき姿ですし、やるべきことではあるんですけども、頭を使わなくても回る状態っていうのは将来的に成長していない状況になるので、要は他者では他に成長しているとか他の人は成長しているにもかかわらず、自分はその安定している状態から抜け出せていないみたいなことが起こると。そうするとマーケットが変化したりとか、他社がより大きな変化をしていった、成長していった時に自分の方から脱落してしまう可能性が生まれてくるというところが非常に問題というところですね。ビジネスでもよく言われるゆでガエルシンドロームっていうのがあるんですけど、特にこの、ぬるま湯からどんどん熱くしていくと、その変化に気づかないみたいなこととかが起こるわけですよ。なんでコンサルとか起業家でもよく言われてる話ではあるんですけど、徐々に変化をしていく、徐々に衰退していくみたいな状況っていうのはなかなか気づけないので、その今安定した順調だっていう状態に入った時っていうのは、とりあえずこのままで大丈夫だろうっていうふうに思い込みがちな部分もありますと。なんでそういったところからしっかりと抜け出すというか、自分が成長していないって、安定しているイコール成長していないというふうに捉えてもらうと、次に何をしなければいけないのかであったりとか、他の施策であったりとかプロダクトを仕込むみたいな形で、安定している今だからこそ他のことをやっておくであったりとか、次の種まきをしとくっていう風な視点が向けられると思うので、これは営業でも起業でも何でも一緒ですね。ビジネスの状態では今のままで OK っていうことはないので、安定しているのであれば次の準備、今もう少し頑張んなきゃいけないのであれば、当然その問題を解決するためにぜひ常に頭を回していただきたいなということで、今日こんなお話させていただきました。はい、次回の念を込めてお話ししていきましたので、私もしっかり頭を使って仕事したいなと思います。本日は以上です。はい。今回もご覧いただきありがとうございました。ご興味持っていただけたり、参考になったなという方はぜひチャンネル登録していただければと思います。また、ツイッターもやっております。いろいろと、つぶやいておりますので、ご興味持っていただけた方はぜひツイッターの方もフォローいただけると嬉しいです。引き続き、営業のご質問やご相談あれば、LINE ですとかツイッターの方でご連絡いただければお答えしていきますので、どんどんご連絡もいただければと思います。本日はご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。